ちんちん、出典、フリー百科事典、カッコ、ウィキペディア、カッコ閉じる。この項目では、俗語ないし、用字語としての故障について説明しています。生殖器としての詳細については、カッコ男性器、カッコ閉じるをご覧ください。その他の用法については、カッコ、ちんちん、カッコ閉じるをご覧ください。カッコ、ちんぼ、カッコ閉じるは、この項目へ転送されています。韓国の音楽家については、カッコ、ちんぼ、カッコ閉じろ。ブラジルの都市については、カッコ、ちんぼ、カッコ閉じろ。エクアドルの地名については、カッコ、ちんぼ郡、カッコ閉じろ、ご覧ください。一度でいいから言ってみたいですね。ちんぼから来ました。かっこいいですね。おちんちんとは、日本語における男性器、カッコ男性の生殖器、特に陰茎部、カッコ閉じろを意味する用字語または俗語である。ちんちん、辺野古、ちんこ、ちんぽこなど、地域、時代、人によっていくらか言葉の揺らぎが見られる。概要、通常体の前面に飛び出す格好でついている男性器は、男児が日常生活において排尿の際に頻繁に目にするものであり、カッコ、おてて、カッコ閉じる、カッコ、て、カッコ閉じる、や、カッコ、あんよ、カッコ閉じる、カッコ、足、カッコ閉じる、などと同様、自分自身の体の一部の故障として、早い段階で習得する単語である。まあ、習得するのは別に単語だけじゃないですよね。いろんなこう扱い方をですね。できるだけ早い段階で、ね、習得していくのが、まあ、男児の習わしというところでありますけれども、一般に男性器を表現する俗語としても広く使用され、幼児や児童向けに保健教育や性教育を行う場合において陰茎やペニス等の専門用語の代用としても用いられる。漢字の項目がございますが、ちょっとこちらはですね、言葉だけだと分かりづらいので割愛いたします。両性にまたがる利用法。おちんちんは主に男児の生殖器の呼び名として使われるが、地域によっては排尿に関わる部分の呼び方として女児に対しても同様に使われることがある。実際、男児のおちんちん、かっこペニス、かっこ閉じると同じ部分に、女児も小さなおちんちん、つつましやかな表現ですね、女児も小さなおちんちん、かっこクリトリス、かっこ閉じるを持っており、大陰唇や包皮によって保護されてはいるが、男児と同じように体から突き出すように飛び出ている。かっこ、ただし、下方に向かって、かっこ閉じる。また、すぐ近くには尿道口もあるため、男児のように陰角から尿が排泄されると間違って理解している女児も多い。また、女児も男児もこの部分をいじると快感を生じるため、性器いじりを行う。また、女児も男児もこの部分をいじると快感を生じるため、性器いじりを行う。これら排尿と性的快感の2つが男児女児のおちんちんが持っている共通の機能である。男児と女児の性器で違う機能の部分は、男児においては睾丸、女児においては膣と子宮、卵巣などの内性器となるが、内性器は自ら探索できるものではないため、通常それらは無視される。内性器も自ら探索を行うことが、ね、できますよね。女性もね、男女エクスプローラーになることは全くもってできますので、ちょっとこの部分に関してはね、異議申し立てたいところではありますね。また、第二次成長前の子供にとって、睾丸や子宮など生殖に直接関わる部分はまだ機能しておらず、ただついているだけの状態である。それゆえ、男児、女児にとっておちんちんはおしっこ、かっこ排尿、かっこ閉じるをする場所というイメージが定着する。関連項目、放送禁止用語、金玉、たまたま、完熟金柑たまたま、マンコ、脚中、ちんちん、ことバンク、おちんちんは男の子、女の子は何と言えばいいの、人間と性教育研究協議会、2018年10月23日閲覧。カテゴリー、日本の俗語、性の俗語、陰茎、性教育。
最終更新2019年4月22日括弧月括弧閉じる5時55分。なかなか興味深い内容ですね。次回は